残り2周を切ります。8番の大畑優希、ほぼ自力一社、しっかりとレースを作っていくでしょうか、埼玉の大畑。しかし前に動いたのは4番吉永義弘、関東勢を前に来ましたが、4番吉永をかわして8番の大畑、今打勝です。11です。 S 級の決勝戦3番手並走になりました。4番吉永と5番の関、後ろからは2番の松尾潤も来ました。先行勝負は8番大畑優希、最終周回です。番手は3番木村がキープして、3番手以降が並走混戦ですが、4番吉永が捌くのか、内から7番の望月も突っ込んでくる。依然3番手並走、最後方から1番の杉浦光一がまくっている。先頭8番の大畑優希、まくっていくのは1番の杉浦光一、あとは3番木村、7番の望月も食い下がって混戦。その後はどうか、9番の遠沢直線コース、先頭は最後並んでくる。8番の大畑先頭だ、粘って粘って強引、 S 級初優勝、8番の大畑優希押し切っています。